よいしょ。なんか面白い回転やね。指の力強いんやね。やっぱりちゃんと押してないのにボールは変化するもんね。よいしょ、いいよ。届かんぞ。さあ。で、筋肉にもいかないからのでエネルギーは余計いると思うけど、脳は筋肉の普段の血液量の3倍ぐらい流れるので、頭使うたらね、もっと使うので頭使うとお腹すくんですよ。食べさせた方がいいでしょうね。ちょっと家計にはしんどいけど、はい、胃がちょっと大きくなったら食べ出しますね。まだ内臓とかも十分に育ってない可能性があるので。そのいわゆる体が全部整ってないでしょ、うん、まだ成長過程ですもんね、うん、はい、18歳とか20歳、遅い人は22歳ぐらいまで身長が伸びますからね。僕大学行ってから3センチ伸びたやつ。伸びるでしょうね。まだこんだけ細かったら伸びるでしょ。本人は伸びたくないもんね。本人はこの身長でいいみたい。まあそれだけだ上等やけどね。まあ誰が悪いか知らんけど。誰も悪ないと思うけど。プロ野球のピッチャーも190センチのピッチャー、お父ちゃんとお母ちゃん全然大きくなくて、165センチのお母さんと170センチのお父さんで190センチになるのはやっぱり遺伝子もあるけど、なんか成長期にいいタイミングで栄養が入ったらそんなになるみたいね。僕らもうちょっと背が伸びちゃっても構ったろうけど、貧乏やったんで大根と米やったき。行くい。やっぱりここやね。そう、いいね。どうした？やっぱり100キロを超えてくるということは速いってことやね。全然違いますね。半っていうの？
いいぞ。思い切って。よいしょ。もう90近いよ。え、来い。来たよ。体つこうて連携して、よいしょ、90、行こい。88。疲れてないかね。大丈夫？行こい。よいしょ、89。さあ来い。おい、それがいいとね。92。これけど投げ始めはまとまっとるもんね。大荒れしてないもんね。よいしょ、いい球。90キロ。ビシビシ来てよ。ゆっくり。よいしょ、91。おい、92。ちょっとしたことだね。よいしょ、はい、頑張れ。行こい。おいでい。90。89。おい、93。ええぞ、威力あるよ。
91。はい。はい、完璧。やっぱりライズとドロップのコントロールの確率はかなり高いね。手が同じところに出ます。うん、やっぱりそのブラッシングのライズの意識、ドロップの意識っていうのがボールの回転に合ってるんやろね。で、ストレート系っていうのはストレート系って本人が言うぐらい曖昧なんやないか。曖昧ですね。曖昧やね。おお、回転がええもん。92、すんごい回るよ。何何何何。ほら、もうやっぱりゆるいなんかジャイロ系やね。89キロ使え限度102はこっち系長いけど出たら、いや、それはここやろ。やっぱ圧倒的ドロップの方が早いと思うで。ナイス。84。94。70球いったよ。チェって何？何？通信向け。出た。はい。やっぱりジャイロやね。90キロ。だからそのストレート系っていうかツーシーム系っていうのが今までの昔の山崎浩の投げ方のリリースやないの。ドロップはドロップで生きるし、ライズはライズで生きるんで、そのちゃんとしたのはドロップとライズよね。合ってないわけよね、飛ぶのにね、多分。こい、どっち？よっしゃあ、83。だってドロップそこでクイッてくるよ。回転が綺麗やもん。ドロップ、おいしょ、いいね。93。回転で回れ通信。それは無理。ほら、やっぱりこう滑るようにシュートしてくる独特のボールやね。ナイス。はい、来い。おお、いい回転。84。頑張れドロップ。はい、来い。おい、おい、いい球だ。95。コントロールいいよ。
95というか97来たやろ。96か。ツーシーム系。はい。あ、いいですね。全然ドロップですけど今の。なんかした。あの、かけ方を変えました。そんなことで変わるんか、そんなに。変わりますよ。本当？これでいくとシュートケース。うん。で、これこっちずらしたら完全に手がかぶってくるんで。ドロップやん。ドロップ系。もう、それちゃんと、まあ後で聞くわ。ちゃんと教えて。うん。85。おい、たま92。なんか途中リリースしてそこら辺でポンとくるね。うん。ドロップ系の通信系。今日はな。今の早いぞ。94。高めに伸びてきたね。シュートしながら109いったよ。はい、あのライズドロップツーシームチェンジアップ3回りぐらいあります。ライズちゃんと掘れ、ちゃんと。待ってよ。よいしょ。はい。よいしょ、いいね。92。ツーシーム？ツーシーム。よいしょ。はい。91。もうチェンジアップ。チェンジアップ。おいよ、ナイスボール。76。ライズかね。ライズです。はい、来い。おい、ナイスボール。ライズが一番当てになってますな。格好がええもん。はい。行こい。よいしょ、痛い。90。チームまっすぐ。はい、来い。あれがシュートして、まあけど、ジャイロ系でシュートボールという意味ではそれがええかもしれんね。92キロでございました。
チェンジアップ。ここよ。おお、ナイスボール。81。けどよかったよ。よし、ラスト一回り。ライズ。頑張れ。頑張れよ。イギリス頑張れ。おい、いたまー83。粘ったの。潰れるとこ。ドロップ。はい、来い。おいしょ、来たー。いいぞー。93。チームドロップ系よっ、うん、94。はい、ラストチェンジアップ。はい、来い。よいしょ。73。よいしょい。いいか。はい。ナイス。おお、なに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 。ライズ吹いたよ。ライズ吹いたぞ。聞こえんかったですか。85。やっぱ浮きうんやね。ストレートと思ったら取れんもん。飲まん。はい。はい、飲まない。はい、93。やっぱドロップが早いって。前までもっちもんね。何、ツーシームとかフォーシームとかいらんで、ドロップじゃないぜ。変な球投げちゃったら、フォーシームで投げて。はい。よいしょ。94。ほらね。いやいや、だからドロップがええって、ライズとドロップがええって、もう随分昔から言うけど。回転がええよ。はい。文句なしの縦回転。はい。ストレート系。ああ。本当に変な回転やって、こうなってくるもん。系じゃないで、それツーシーム系っていうで、不規則変化っていう。ライズ。はい、来い。よっしゃ、これ完璧。93。え、93？あ、83。83、ごめんごめん。僕のライズ。そんなに回ってないね。けど回転はええで。トラップ。おいしょ、いたまー。94。素晴らしい。ツー
OC 向け。すごいナイスボール。ライズが一番当てになってますな。格好がええもん。はい。あら、うん。はい。はい、お疲れ様でした。今日は113球ですか。はい、頑張りましたね。どうでしたか。いや途中から思うようにならんなったんで気がついたら100球超えてました、うん、けどあのドロップとそれからライズの回転はいいっていうのは分かったね今日ね。ドロップとライズはまあもう手をこう出す位置が決まるので、うん、腰の位置も決まるし、うん、っていうことなんだろうと思うんですけど、うん、あの先週投げられなくて2週間ぶりです。でその間にまあいろいろ考えたこともあったのと、たまたまヒロさんが挙げてた村里伝送の、スローモーションの画像があったんですよ、うんうんうん、前からのやつ、うんうんうん、それを何の気なしにこう再生をして見始めたら気がついたんですよ。どうやっていつもあのリリースばっかり見てたんですけど、下はどうやって動かしてるのかなって思って見てたら、まっすぐこう出てくるんですけど足上げてここでクッとひねるんですよ、うん、でこのクッというひねりが入る瞬間があってこう返ってくるんで、うん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 、あそうなんやと。で僕ら最近やろうとしてたのは最初からちょっと腰をこっちひねっといて、こっからそのままひねり入ってたんですよ。けどなかなかそれがうまくいかないので、うん、でまあ水曜日の練習なんかの時にこうまっすぐ振り出してグッとこうひねると左の肩もグッと締まるんですよね。で右の肩はスッと引けるしっていう、でここでちょっとこうタイミングが間が取れるんでっていうのに気がついたんで、そう投げたいんですよ。けど実際ボール持って投げるようになるとできないんですよ。この余裕がないああみたいな。で今日僕 の、 あの映像を見てもらうと最初の遠投から映ってるんで、遠投の時のリリースのタイミングと飛んでからのタイミングが違うんですよ、うん、違うね。遠投はいいんですよ。球持ちがいいし、でしっかり切ってる。なんでかって言って考えると、もともと僕の投げ方なんです。我々は結局もともと飛んではいけない時代から始めてるんで、飛ばずにこうやってやってたっていう形が染み付いてるんですよね。でそれを飛ぶ時に変えなくちゃいけないわけです、うんうんうん、指導と同時に手がこう上がっていくと合わなくなるので、どうするか言ったらもう早く下ろすしかなくなるわけじゃないですか。足がついてしまうので、ね、でそのさっき言ったひねるっていうこの動作が入るとここで一回タイミング間が取れるんで、うんうん、でもうあとは振り押し動作だけでこういけばいいっていうっていうことになるんですけど、それが取れないんで今日みたいなぐちゃぐちゃになるんですいやぐちゃぐちゃでもなかったよ。最初の方はあのちょっと球球威がなくてあれやけど、ドロップの時はやっぱりドロップの回転良かったよ。だから96、7まで来たし、だからけどあれがやりたいわけじゃなくって、うん、あの時でも一回こう行きたいんですよで下のこの返りを使ってクッと入ってきたい。それまでこう手が待ってないとダメだって、うん、そうだよね。それができてないんで、置いとかんとかもんね。もう降りてきてるんで、うん、
もうしゃあないんでこっちだけで振ったり、極端の時はもういけない、もうスペースがない時はこうするしかないじゃないですか、作るの。まあけどあれやね、あれを意識してやってるわけじゃなくて体が勝手にやるので。そう、あの村里選手の全盛期なんていうのはやっぱり運動能力も高いし、手首も柔らかいし、あの腕も長いし、しなりのある投げ方なのよね。でそれともう63歳のお誕生日を迎えられたあの僕とか、66の誕生日がもうすぐ来るよっていうあの我々とかは、あの硬くなってるのよね。そうでしょ。そう、ここで一般的によ、一般的な60歳以上のピッチャー見てみると、そんなためだのなんかこう一呼吸置いてねじれてひねってこう押し込むなんていうピッチャーやってるのはもういないよね。いや、アダムさん体壊れます壊れるんですけど結局、まあ、僕らも基本的に、まあ、速い球を放りたいっていうだけの話でやってると、うんうん、もう体力的にはこれ以上良くなることはないわけですよね、どう考えて もまあまあ分からんけどね、これを維持するしかない。広志君なんかはまだ分からんけど、 であとはできなかった、できなかったことっていうか、昔は若い時には考えなかったことですよ、体をどう使おうかなって、うん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 、でそうやって見てみると、例えばその西村だったり村里だったり、まあ今の松田君だったり小山君かみたいなやつらがどうやってやってんだろうみたいなそれは興味あるよね、うん、でまあ今一番日本で、まあ、トップといった小山君なんかは比較的あのダイナミックには入ってこないですよね、軽く入ってきてパーンっていくだけで、うんうんうん、なんでこんなに速いのって思うじゃないですか、うんうんうん、どっかに体の使い方にまあ、ヒントがあるわけね。ヒントがあるはずなんですけど、うんうん、それはできないのは分かるんですよ、もう所詮この体なんでけど、何かチャンスあのヒントがないかなみたいな、そうしないともうこれ以上球速が上がるって可能性ゼロなので、まあ、それはそうだね、うん、それはちょっと痛みがあったりちょっとミシミシ言ったりする中で投げんと、105キロ105キロの体の使い方やもんね。だから最近だから、うん、あ見つけたって思ったのその村里のこの使い方ですよ、足まっすぐ上がったところで着地の前に一回ひねるっていう、な体は開かないし右の肩勝手に引けるし、であとはですね、先々週なんかの反省をしてみると手がどうしても体が離れるんですよ、なんでかなって思ったら上がる時にも外入ってるんですよ、外から入ったらいいかもね、ここに上がってるとここから近くへ持ってこいと無理だっていう、だからここへ上げたんですよね。そうそう、だからあの今年の102の1回目出した時の映像なんか見ると、投げる瞬間にこうやって前にこうやって腕の上がりをこうやって確認してるんですよ、うん、ここに上がれば勝手にここへ入ってくるっていう、うん、でそれも今日もやりたかったんですけどもうできないですよ、待てない、ここがゆっくり入ったらここ行けるんですけど、うん、急ぐとキュッとこう上がる、うん、なるほどね。で見たらあの球速表示が90とか言うともうさらに焦ってくるんで早く早く早くになるとスッとこう上がるじゃないですか。だからここだからゆっくり上げるのにはゆっくりあの動くって意味はここへ上がってこなくちゃいけない、うん、そうすると体の近く通ってくれる、うんうん、っていうことが、まあ、全部できてないんで今日みたいなことになってるんですけどなかなかねうまいこといかないなっていう、うん、まあけどドロップは本当にいいので回転がすごい綺麗なんよ、綺麗に回るもん。まあこうドロップさせようと思ってこう回そうとしてるんで、そう余計なことはしてないで、ストレートはどうしようとしてるわけ。ストレートは結局あの言われた通り適当なんですやっぱりね適当なんですよ。いやまっすぐ押してみようかなと思うけどま、うん、っすぐいかんかったり、ね、すっぽ抜けたりかぶったりやもんね。だからあのツーシームもちょっとこうドロップ系にこう握り変えてこう出せばこう落ちる落ちる縦回転に回るんで、だからあの投げ方でこうツーシームのドロップというのはいいね、速いしね、うん、っていう形なんですかね。まああとはだからこれとこれとみたいなことがこう自然と全体的にできるようになると、あの無理に力まなくてもふんってここが走るようになる。そうよね、だん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 そのポイントがいくつか順番が見えてきたらそれが連動してできるようになったらええだけなので、最初はちょっと飛ぶだけで精一杯で飛んでどうなるのってあのついたらなんか膝がずるっとなってみたり足がずるっとなってみたり、それから膝が持ちこたえれんかったり
いろんなことしてわーわー言ったもんね、最初はね、まあ、開いたとか踏み込みがダメやんかとか最初からいかんとか怒りよったけど、でだんだん見えてきたら行くんかね。だからそういう意味では あそこはここは安定はしてきたし、うんうんうん、にはなるんですけど、それ行くまでの順序がちょっとやっぱりおかしい、うん、ここに上がってこれないしみたいなのはなぜかって投げ急ぐっていうことから始まるし、まだまだ改善の余地があること、うんうん、それあるね。仮にこうカチッと止まった時に返す時のここの痛さは尋常なものじゃないですから。まあやっぱりこの骨盤周りとか腹筋背筋っていうのはかなり使ってるよね、飛んで体を支えるということはね。だからもう要は最後のここに最大のスピードと最大の力が出せるものを残しとかないと、ここで力が入ってしまってますって。そうするとこっち見てスポンと、ね、やけど今日は本当にええ球があったので、あれはいよいよあれは使えると思って、いよいよなんか試合ではドロップとライズでええかなと思って。ドロップだけ掘るって良さそう。だからちょっといたずらでツーシームとかチェンジアップとか、そうね、チェンジアップも良かったね、はい、だからあの悪いものは捨ててたらもともとチェンジアップピッチャーですからね。そんなことないね、そんなことない。あのアウトコースにねじれて落ちてきてちょっと曲がったりちょっと落ちたりするあの癖玉は捉えれんもんね、芯にね。いや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 、アップもせずにピャピャッと掘って99キロ出されたのちょっとショックだった。いやいや今日はね実は4キロ走ってきた、ストレッチして、昨日ねちょっとインターバル10キロぐらいやってガンガン走って、この骨盤周りが痛くて痛くて、これこのままでちょっと走ってやったんじゃいかんと思って、家のフローリングの上でしっかりと寝そべってストレッチせんといかんと思って。なるほどね、うん、なるほどね。やけどやっぱりまだまだやることいっぱいあるなと思った一日でした。分かりました。そしたらまた来週もやりますか。来週はちょっとお休みなので。あ、そう、すいません、ちょっと用事があります。分かりました。ほんならまた1週間空けてやりましょう。はい、ありがとうございました。